あれは別に親分ではないんかな。なんかそんなに親分っぽい雰囲気を感じない。あ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、じゃあ久々にこっちの依頼メモの方を。ありがとうを伝えたい。お、これでラストか。ここ金剛団のまひるさんは昔不思議なポケモンに出会い助けられたそうです。詳しい話を聞いて調査してください。サブ任務92、ありがとうを伝えたい。他に依頼はないようです。よしよし。え、これはどこだ。とりあえず今のね、ありがとうを伝えたい。原野ベースにいる金剛団のまひるに話を聞く。原野ベース、黒曜の原野ってことか。そんな名前あったよねあの場所の名前の原野ベース。金剛団のまひる、ここっすね、おそらく。はい。デートのこの人かな。あ、ぽいぽい。あ、アイナさんですね。ヨネさんから話を聞いています。今回お願いをしたいことについて早速説明しますね。小さな頃、黒曜の原野で迷子になったことがあるんです。途方に暮れ泣きながら歩いていると綺麗な花畑にたどり着き、そこで見たこともないポケモンと出会いました。その子は迷子の私に花をくれると導くように歩き出して、おかげで私は無事に帰ることができたんです。おー、ポケモンへの恩返し。もう一度あのポケモンに会って、あの時言えなかったありがとうをちゃんと伝えたい。でもその花畑が見つからなくて、あなたに探してほしいんです。今も咲いてるのか。手がかりはこれだけですが。何？アユナはグラシデアの花を手に入れた。グラシデアって何？誕生日や記念日などに感謝の気持ちを伝えるためブーケにして贈ることがある。ふんふん。あの子がくれた花と同じもので、グラシデアの花と言います。お願いです。黒曜の原野にあるグラシデアの花畑を見つけてください。ほう。どこにあるんだい？もう完璧に自分で探さんといかん感じかな。ないね。どこかにあるのか。黒曜の原野のどこか。ハマナスの島とか。あ、でも花畑って書いとるけん違うんかな。花は咲いとんやけどね。これぐらいの感覚かな。いや、ここまで少なくはないと思うんやけどな。どこだよ。多少のヒントはないのかよ。この辺もお花いっぱい咲いとるよ。お花やって言い方花畑ってどれぐらいの感じね。あの辺もなんか紫っぽい花いっぱい咲いとるけど、何かヒントがないと。あ、こっち行けんのか。なんかヒントないと絶対無理じゃない、普通に。で、あなたは一体何をしてるんですか。はてなはてなはてなって書いとった今。え、何怖いあなた選択しましたね。僕と話すことを選択しましたね。僕は右手と左手にそれぞれいいものを持っています。選んだ手に持っているものをあげるので、どちらか選択してみてください。じゃあ右で。右手ですか。持っていたのは赤いかけらです。どうぞ。アイナは赤いかけらを手に入れた。赤い小さなかけら、昔に作られた何かの道具の一部らしい。何？なんか謎のものもらったんやけど。選ばなかった手に何を持っていたかは秘密です。
だって選択しなかった未来を知ることなんて不可能ですから。そうです、右を選ぶか左を選ぶか、たったそれだけのことで未来は変わるかもしれないのです。人生とは選択の積み重ねと言います。より良い未来になるよう素晴らしい選択をしてください。え、何？怖い。誰？なんかいなくなったんだけど。人間なんだよね。え、人間なんですよね。何これ、捨てちゃいかんな。戻って、一回村に戻ろう。村に戻ります。まあ、そのうち見つかるでしょうってことで、大大大発生の最後の調査は純白の糖度の大大大発生だね。よろしく頼むよ。お、これでラスト。サブ任務101、純白の糖度大大大発生の調査。準備ができているなら早速調査に向かうかい？はい、わかったよ。それじゃあ雪原ベースに向かおうか。はあ、凍えてる。二人揃って凍えてる。そしてそれを不思議な顔で見るゴンベ。刺すような寒さだよね。なになに、元気だな。お、どうした、あんたたちどうしたのさ。純白の糖度での大大大発生は一味違うということで助言ですね。よそでは豪雨での大大大発生も、糖度では吹雪の下で起きるようだよ。ああ、なるほどね。お、ロコンたち、かわいい。へえ、吹雪。場所柄の問題かもしれないけれど、豪雨と吹雪の違いは気になるよね。よし、いつもよりたくさん大大大発生を調べるとしようか。お、3つじゃないの、たくさん。これまでより多くの大大大発生を調べるのは、あんたに負担をかけるけど、アユナさんなら大丈夫だろうが、一人で調査というのは時間がかかるね。僕がいるよ。こちらの菊井も少しは役に立つし。ありがとう。じゃあ何？私はいつも通りの数でいいの？菊井と椿の二人は初めて大大大発生を調査するよね。無理せず調べておくれよ。合点。アユナさんは今まで通り3箇所で調査すればよいのだ。おう、ありがとう。残りはすべて俺とヌメールが引き受けよう。おかしな計算を。椿が頭数に入っていない。まあまあ、協力し合って頑張ってよ。なかなか算術に明るいようだな。それぐらいわかるやろ。ふん、低いの出番などない。すべて椿に任せておきたまえ。いがみ合ってんな。仲がいいんだか悪いんだか。あんたがいなかったら、あの二人どうなっていたんだろうね。さあ、改めて純白の糖度での大大大発生の調査開始だね。もう今始まっとるってことでいいんか？ぽいね。じゃあ行きますか。とりあえず一番近い。どこだ？こっちか？うん、こっちだね。かわいい。かわいい。エイパムじゃないか、あれは。エイパムか。じゃあ、いらんかな。じゃあ、他のとこ行こう、他のとこ。次はどこ、ここかな、あっちの方向か。そして、急降下。お、ベロリンガ？ベロリンガな。いやー、捕まえとるけん、いいやー。待って、他は？こっちね。どこだ、どこ、あっちか。くそ、一瞬捕まえたことないポケモンかと思ったのに。全然持ってるわ。待って、ともしびが。あった。このエリアに散らばっているともしびの数は残り10個。めっちゃ多くね。とてつもなく多くね。まだまだだな、集めるの。結構集めてきたような気が、あ、え、ここの、え、あ、これキルリアってことか。
なるほどなるほど。キルリア捕まえてないや。待って。いっ。怖い。キルリアはあれか、進化させとんか。ラルトス、キルリア捕まえて、サーナイト捕まえてないんよね、多分。え、捕まえてないよね、サーナイトって。あ、捕まえてないと思う。前に、親分ポケモンで、サーナイトを捕まえようと思って、捕まえれんかったんよね、確か。え、めっちゃ捕まえたい。捕まえよう。あれは別に親分ではないんかな。なんかそんなに親分っぽい雰囲気を感じない。あ。あの子たちは何タイプだ？とりあえずゴーリキー出しとくか。いけーい。ねえ、めっちゃダッシュで逃げるやん。え、どこ行った？え、おらんくなった？え、消え、え、消え、え、何？瞬間移動？いけ、よし。さあ、ナイト逃げないでよ。なんで逃げるんだ。めっちゃ警戒するやん。え、もうやみそうなんだけど。やばい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 。え、どこ？いなくね？あそこに一体。もうあれやな、やみそうってことはひたすらやっつけていくしかない感じやな。で、このすぐ近くやったよね。もう一箇所。え、何？どこ？あ、見つけたところはそんなすぐにはおらんならんのやったっけ。キルリアいないん、いた。待って、サーナイト出てこいやん。サーナイト欲しかったんですけど。くっそー。消えたまんま出てこね。はあ、気配もなくなってしまった。くっそー。んで、次はワンリキーんとこね。くっそー、大発生の時しかお目にかかれないポケモンたちがいるというのに。誰で行けばいいんだ？わからん。とりあえず適当に。レジギガス。いけい！また一体か。よしよしよし。あと、はあ、場所がわからねえ。場所がわからねえってことは？ちょ、待って、めっちゃ欲しいんだけど。すごい、温泉？めっちゃなんかポケモンいっぱいいるんですけど。え、欲しい欲しい。捕まえとったかどうかも覚えてないけど、欲しい欲しい。めっちゃ寝てない？超不思議。こんなとこに温泉とかあったんや。やったー！ニュー、カビゴン。へー。すごいね。こんなところにあったんやね。初だ。見て、あれ、カイリキー寝おる。カイリキーじゃない、ゴーリキー。寝てる。かわいい。え、めっちゃかわいい。え、あとどのあたりにおったんかな。この滝のあたりにもおったような気がするんやけどな。あ、これか。雪見の出湯？マップにも書いとるやん。え、全然知らんかった。マジで全然知らんかった。へえ、そんなんあるんよね。そんなのがあったのね。あれ、カイリキーやん。あれ、カイリキーやん。あいつ捕まえてないんよね。欲しい欲しい。なんか親分系やけん、多分戦闘戦と捕まえれんのかな。お、何？全然気づいてないの。大丈夫？目見えてる？お、同じレベル70。え、どうかなどうかな。効果抜群の技、一発では終わらんかな。あっちが効果抜群なんやけど、やめてくれる？マジ。
つらい。怪力捕まえたらゴーリキーと入れ替えようや。ねえ、それがいいよね。エスパーが効くんやな。やっつけてしまわんといてね。同じレベルやけど。ちっちゃいな、クレセリア。どうしようどうしよう。サイコカッター。お、いい感じじゃない？ポケモンじゃない、ポケモンじゃない。道具、道具、道具。お願い、捕まえれてくれ。怪力が欲しいです。おっしゃー、来た。やったね。イエーイ、怪力、ニュー。あ、あれ。ともしび、ともしび。ともしび、ともしび。こんなとこにも。行ってないとこいっぱいあるね、結構。細かいとこ。このエリアに散らばっているともしびの数は残り9個。そしてまだまだ全然集まってないんだな。全く集まってないんだな。おったおった。純白の凍土でのあんたの担当、3カ所での調査完了だね。あれ？私3カ所完了した？したっけ？した？ 2 カ所じゃなくて？2カ所のつもりやったんやけど、覚えてねえや。ゴンヌ。椿から聞いたぜ。そろそろ調べ終わるだろうってよ。最後はキクイと椿、一緒に大大大発生を調べたって。仲いいね。それじゃあ調査は完了だね。翡翠全土での調査、ご苦労さん。大大大発生、今のところ原因はわからないし、強い相棒がいないと危険だけど、みんなに都合のいいものがそうそうあるわけねえからな。翡翠で共に生きるもの、ポケモンを詳しく知れと誰かが言っているのかも。その考え、いいかもな。みんな仲良くなってきたね。サブ任務101、純白の凍土、大大大発生の調査。完了成功。それじゃあよ、行くとするか。アイナさん、ヨレネ、ついてきて。この後はどうするの？おー、いい感じ。キルリア、怪力、カビゴン。